皆さんこんにちは。内閣府防災担当大臣の武田良太です。防災推進国民大会2019の主催者を代表して私も会場を訪れたい思いではありますが、現在台風19号をはじめとする災害対応中であり、ビデオメッセージにてご挨拶申し上げます。本日は全国各地から多数のご来場を賜り、また大塚防災推進国民会議議長、大村愛知県知事、河村名古屋市長をはじめご多忙のところご出席いただき厚く御礼申し上げます。まずはこの度の台風及び豪雨によりお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げます。台風19号については本日時点で災害救助法が13都県316市区町村に適用されるなど、被害が極めて広範囲に及んでおり、現在政府一丸となって全力で対応に当たっているところであります。私自身も着任以来、これまで今夏からの大雨や台風で被害を受けた佐賀、千葉、長野、福島、宮城と被災地に足を運び、災害の過酷さをこの目で見てまいりました。であるからこそ、事前に災害に備え被害を少しでも抑えるため、防災について学び、近所の人など地域の方々との連携を深め、次の災害に備える防災意識を向上させていく本日のような場が大変重要であると考えております。歴史を振り返ると、ちょうど60年前の昭和34年、伊勢湾台風がございました。東海地方を中心に5000名以上の犠牲者を出し、当時最悪の被害をもたらしたこの伊勢湾台風をきっかけに、災害対策基本法が作られ、我が国の防災体制の基礎ができました。その後も政府においては、度重なる災害から得られた貴重な教訓を生かし、南海トラフ地震など想定される巨大災害に備えて、普段に防災政策を見直し、防災減災、国土強靭化対策を推進しております。巨大災害に対しては、こうした公助の取り組みとともに自助共助の取り組みが重要であり、そのためには民間企業や学会などさまざまな主体が連携する必要があります。今回の開催地である名古屋も、南海トラフ巨大地震の影響が予想される地域でありますが、大災害に備え愛知県名古屋市、名古屋大学が産業界と連携して愛知名古屋強靭化競争センターを設立するなど、全国にも参考となる産学会が連携した取り組みが行われております。本日から2日間の防災国体で、この名古屋の地から過去の災害を振り返り、将来の災害に備えるための防災のメッセージを全国に発することに大きな意義があります。また今回は愛知名古屋防災フェスタとの同時開催により発信力を上げることができ、愛知県名古屋市をはじめとする地元の関係皆様に感謝申し上げます。最後に、皆様がこの2日間で深められた防災の知識を今度は周りの方にもお伝えしていただくことで、子どもからお年寄りまで国民一人一人が防災をもっと日常に感じていただき、我が国で一層の防災意識社会が構築されますことを願いまして、私からの挨拶といたします。